ヤッホーヤッホー、ヤッホー、ヤッホーだおー。ん？ソル君だお、ヤッホーだお。いやー、おーおー、ぽいぴーす。ね、突然びっくりだよね。突然びっくりだけど、なんかやりたいなと思って、この前やってさ、この前やって楽しかったと思って、今日ちょっと稽古も早めに終わったからやろうと思って、今日も髪トゥルトゥル。でもさっきさ、雨降ってて傘なくてさ、めっちゃ濡れながら歩いてた。やっと乾いた。ツタンカーメンやって、ツタンカーメンやで。寝ようとしてました、すいません。寝ようとしてました、寝ません。明日ね、早いなら寝や。今日も涙袋絶好調だね。ヒゲ剃った、ヒゲ剃ったよ。最近なんかあれ多い気すんな、顔出しながらインスタライブって。普段も真夜中にやる気まぐれしかやらんからな。宮里くんちゃんと寝れてますか？だいぶ寝れてるよ、いっぱい寝てる。寝れてますか？寝れてます。温めて体か、かっこいい思ってる。本当にソル君痩せたなあ。それ最近みんなに言われる、痩せたって。痩せたんかな。ソル君の顔出しライブっていつも講義中なんだけど、え、今講義中ってやばくない？だってもう10時になるよ、まだ学校なの。スクショな、スクショタイム、スクショタイムな、スクショタイム早くない？てか昨日七夕ね、だったの。昨日思い出して、昨日思い出して、昨日当日に知った、七夕だって。それまで、あ、そうだ七夕だって思って七夕の投稿したけど、それ短冊書いた、書いてない、書いてないわ。みんな何お願いしましたか、短冊に。短冊じゃなくても、彦星さんって、織姫さんって、何をやりましたか。今からでも間に合うと思うよ。でも昨日の投稿でなんか、え、書いてくれたもんな。なんかそれと結婚したいとかあったけど、無視した。できないから。でも知ってた？北海道の七夕って8月7日らしいよ。不思議よな。お腹すいた。推しに会いたいってお願いした。推しに会いたい、会えるといいな。いつも通り平和に暮らせますように。あ、一番いいと思う。ああ、じゃあ8月7日もう一回お願いする。そうだよ、2回チャンスがある。私の地元も8月だよ。なんで7月7日が短冊なんだっけ、誕生日じゃない、七夕じゃないの。なんで8月7日なの。金が降ってきますように。たくさん降ってきてほしいな。テストだけど眠いけん、寝ていいかな。最初になりそう。ねえ、それはねえや。ソル君みたいな彼氏ができますように。
最近シャッフル止まらん。